ここどんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、完全攻略やっていきたいと思います。今シーズン、ちょっとね、中盤と終盤、ちょっと難しいところがあります。今回の特徴として、一気に敵が出てくるんですよ。なので、囲まれやすいので、囲まれないように、注意していきましょうか。囲まれると一気にやられてしまいますので注意していきます。でね、こことか、まあ、他もそうなんだけども、急なクリーパーが出てきたりしますので、まあ、そのクリーパーに対応できるような形をとっていきましょう。うん、まあ、出てくる場所を覚えるのなかなかめんどくさいんだけど、まあ、急に出てこられても大丈夫なようにしましょうね。1回は報酬なし で2回は、まあ、楽勝です。まあ、ただ囲まれやすいので囲まれないようにうまく立ち回っていきましょうね。 OK、 ほんとね、やられる要因がもうほんと囲まれたっていうのが結構多いと思うので、とにかく囲まれないようにやっていきます。あと上か、はい、終わり。2回クリアで2回でパワーシェイカーを取っていきましょう。エンチャントまだつけません。でこのパワーシェイカーあれば、まあ、10回ぐらいまでは安心していけますね。でこの雲とかは逃げ足早いんですよね。なので、剣の3段目を当てたりするといいと思います。3段目の突き、これがリーチが長くって火力も高いので、まあ、これをうまく、弱いやつに当てていくと上手に倒していけますかね。でバーストクロスボウです。相談2とボーナスショットを入れます。でここクリーパー結構出てきます。まあ、食らわないのが一番なんですけど、どうしてもね食らっちゃうこともありますよ。うん、でもこのクリーパーはそんなに火力がないので大丈夫です。2発食らったことでは、やられないと思いますので大丈夫ですよね。で今シーズン結構矢が出やすいです。結構矢が多い。なのであんま我慢せずにどんどん矢を使っていってください。そんな枯渇することはないと思います今シーズンは。 OK、 ナイス。で4回クリア。箱はね確実に開けていってくださいね。種です。種は火力にもなるし、まあ、特に、足止めになるので、こういう今回みたいな敵が多めの乱戦の時はね使いやすいですよ。 OK、 ほんと今回敵多いからね。でここも箱があります。まあまあもう皆さん覚えてると思うんですけども、箱を忘れないようにね。終わりかな。あと1体か。はい、おしまい。何もいりません。で6回、まあ、ここも特に問題ないですかね。もう武器火力はないので、この剣を持ってるゾンビこいつらにはちょっと注意してください。あいつだけはちょっとね HP 高いので倒しにくい。でもまあまあ所詮はゾンビ弱いです。よいしゃ。おお矢が出た、嬉しいね。よし、終わり。で6体クリアですね。スノーアーバーですね。火力は落ちるけど耐久力が優れてますので、スノーアーバーをつけ
けていってください。で、雪玉2です。よっしゃ。で、ここは問題ないですね。特に強い役も出ませんし大丈夫だと思います。で、武器をね、だいぶもう弱いけど、9回かなの報酬でいいやつが出ます。そこまで我慢しましょう。お、いいね、矢が出てきてくれてる。あー、もうそっち逃げんな。よし、終わりか。7回クリア。7回はいりません。で、雪玉3はまだ入れないでください。ちょっとね、エンチャントポイントは取っておきましょう。武器に入れたいからね。で、ここ、この細いところ一気に出てきます。この細いところを、パワーシェイカーで抜けるといいですかね。クリーパーもいますので、まあ、うまいことパワーシェイカーで抜けていきましょう。はい、8回クリア。で、8回でアップドラフトですね。この愛のメダルもいいのよ。うん、ここでしか取れないやつなんで愛のメダルもいいんだけども、まあ、ボス戦を考えるとアップドラフトなんだよね。ああ、ボス戦考えちゃうとそうなります。 OKOK、まあ、ここも囲まれないようにうまくやっていきましょう。で、9回終了。ようやく武器を変えます。リョバオのですね。で、貯めてたエンチャントポイントを A3 に振ってください。で、ここちょっとめんどくさい場所ですけども、まあ、落ちないようにね、いきます。あ、行きたい。あー、ダメだった行けなかった。まあまあ、落ちると時間かかりますので、まあ、とにかく落ちないように行きましょう。あ、うまいこと敵が落ちてくれたね。うん、結構ね、あの敵があそこから落ちます。減らしてあげるとだいぶ楽になります。まあ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 、減らさなくても全然余裕なんですけどね。ここはまあまあ落ちてくれるとちょっとお得っていうことで。で、10回いりません。で、ここね、この中央やたら出ます。この辺で戦いましょう。真ん中にいない方がいい。うん、この辺で待ってから、で、一気に、出てきたら叩くのがいいですね。うん、あそこの真ん中に最初から陣取ってるとちょっとやられる可能性がある。なので、あそこは注意してください。はい、船の上では戦わないね。で、ここでハープーン取ります。で、エンチャントで雪玉、そして火属性とボーナスショットを11ぐらい、まあ、それでいいと思います。で、こう1体エンチャンターがいますので、そいつ注意してください。この上のところにいるんでね。 OK、まあいつさえ倒してしまえばあとは楽勝ですかね。おい、あー、なんか下に来た下に敵が来たりするとちょっと迷子になってね、嫌な感じになる時があるのよ。迷子にならないでね。大丈夫か。いや、やっぱり迷子になってる。どこ、いた、いた、いた。上かい、わからん。でもって、ここでね、ドラです。種と変えていきましょう。
で、ここはもう一気にブワーッと行きましょう。特に注意することもありません。もうブワーッとね。OK。進んじゃってください。おっと、固まった。OK。いい感じ。いつもなら結構ね、ネクロとか、めんどくさいの来るんですけど、今回いません。クリーパーもいない。なんで、さっと倒して、進んじゃいましょうね。よし。終わりか。13回終了。ナイス。んで、ここ。地雷もいいけども、まあ、なしでいいと思います。地雷で、ボスうまく倒すこともできるんですけど。まあ、当てるのがちょっとね、コツがいるんですよね。で、ここ、スノーアーマー、あげます。武器はもうすぐ変えますので、もうスノーアーマーでいいですね。おー、臆病がついたと。悪くないよ。臆病がついてますね。1か。まあいいや。で、プレステ版は左から。スイッチ版は右からだと思います。アーティファクトを全部駆使して、もう一気に片付けまーす。OK。エンダーマンも余裕ですね。OK。すげえ倒せるね。はい。15回終了。ボーンクラブ。取っていきましょう。ね、エンチャントですけども、クリティカルと火属性で、ガースト、うん、ガースト入れてください。こっからちょっとね、敵に囲まれることが多くなりがちです。なので、ガースト入れとくと、だいぶ楽になる。うん。で、ここ、リッチが多くてめんどくさいんですよね。リッチ早めに倒すようにしてください。弓ガシガシ打っていくだけでもまあまあそれなりにいけるんですけども、ガーストをうまいこと使いつつ防御力上げてね進んでいくと早いです。はい。で、16回終わりで種取ります。もうパワーシェイカーが弱いのでもう種でいいです。種を使ってまあ、雑魚は一撃でいけますし、まあ、強いやつも足止めしていけるので、いいっすね。おい。いい。OK。危な。はいはいはい。アップドラフト強い。よっしゃ。で、あと1回脇ですかね。あー、当たらんかった。はい。はい、17回終了です。で、ここでスケール変えていきまーす。まあ、スノーになんかねクールダウンとかついてれば黄金で変えなくてもいいと思うんですけども、まあ、それ以外だったらばスケール変えてください。雪玉だけで OK です。で、ここも、一応ちょっと難しいと思います。うん。ロイヤルガード結構出てきて、めんどくさくはあるんですけども、まあ、この装備だったらば、まあ、特に言うこともないっすかね。全然、楽に戦っていけると思います。まあ、エンチャンター早めね。いつものごとく。エンチャンター早めに、倒しちゃってください。OK。で、持って、足止めとかも入れつつね、攻撃していけば問題なし。OK。意外とこう敵多いもんね。よし。でも、ガーストとか、しっかり入ってるので、やられることはないっす。
矢は出たけど取らんでいいか。はい、18回終了。んでアップドラフト取っていきましょう。あお、危な、アップドラフトですね、取っていきます。はい、足止めがすごくいいです。ここ足止めがめちゃくちゃ効く。うい、どうしてもこのロイヤルガードのね攻撃って痛いですよね。オッケー、いいね。で奥の方にもいるので早めに行きましょう。よし、よし。であとあっち側に残り2体ぐらいかな。終わり、19回終了です。ほんと一気に出てくるんでね、一応注意してください。何もいりません。ゴーレムでもいいと思うんですけどね。今回は召喚は使ってません。オーケー、よし、株使いがね結構うっとうしいのよ。でもアーティファクトうまく使っていってください。特に種なんかがね活躍すると思いますんで。よし、 OK、 終わりかな。はい、20回終了。ここも意外と敵多いので、まあ、注意してください。で種とキノコ変えていきましょう。種も悪くないけども、キノコの火力で、ボスを倒したいのでこれでいいです。でここボーンクラブあげます。いきましょう。ボス特に問題ないですね。でエンチャントを入れていきましょう。属性ですね、3にしてください。アーティファクトも一気に使って終わらせます。コグクロス棒を取っていきますね。でエンチャントですけども、テンポセットで虚無マルチショットですね。111入れましたね。で23回、これちょっと長いですし、このねマグマキューブが痛い、マグマキューブとかが痛いので、ここ結構ちょっと注意してください。まあまあキノコ使ったりして、進んでいくとか、そういう風な形でやっていくといいですね。うん、特に最初のこの辺りめちゃくちゃ出るので、あそこは注意です。で意外と周りにも敵結構出てるので、うん、来た、嫌いなマグマキューブ、でかいのが1匹残ってましたね。よし、終わり。はい、23回おしまい。でここで防具を闇のアーマー変えます。火力はないけどもクールダウンこれがあるので、だいぶいいと思います。クールダウンがついてるとやっぱりね強い。で今回は特に、キノコとかいいやつがあるので、クールダウン3がつくとだいぶ強い。よし、でここもマグマキューブいるんでね、注意ね、あいつはほんと注意してください。まだいたんかい。で上の方にはここ今回敵は湧きませんので大丈夫ですね。よし、やられる。
以上取っていこう。で24回おしまい。何もいりません。まあ龍馬王も強いけどね、強いけど、まあなしで OK です。でここはちょっとだるいとこです。今まで結構一気に敵が出てきたんだけども、25回はゆっくり出てきます。なんで確実に全部倒した後に先へ進むようにしてください。まだ湧きます。湧き終わりがあのエンチャンターが出るんですよね。そいつが出るまではここで待って OK です。おい、で全部出た頃に先に進むとちょうどいいですね。今1体出ました。もう1体出るよね確か。いた、 OK で、もう進んで OK です。結構長いっしょ。よっしゃ OK で、ここのエンチャンターには注意ですね。周りに結構敵がいますので、エンチャントされないように注意してください。ナイス、よしで、おしまいですね、もうこれで。はい、25回がちょっと時間かかります。何もいりません。で、26回、一応最後の叫び、うん、とトゲなんかを入れておくといいと思います。最後の叫びは1でいいですね。あ、ちょっと待ってアイテム取ってるから攻撃できてなかった。よし、じゃあ本当キノコ速攻使えるっていうのは結構強みよね。リッパーにも対応しやすい。よし、ここも意外と湧くんだよな。でもあと1回湧きぐらいで湧くか。あ、いや終わったか。26回終了で、次27回が一番難しいです。27回は戦うところを注意しましょう。まあいりませんね、ここ注意。絶対ねこの辺で戦っちゃダメ。必ず下で戦うようにしましょう。こっから戦う。オッケー。パワーレイズが鬱陶しいこと。すぐピンク色になるからね。オッケー。ピンク色はなんかカウンターみたいにね、攻撃したら自分がいるところにもろに出してくるんですよ。これがね本当に嫌。もう倒した？倒したね。パワーレイスマジで注意です。はい、27回終了。狭いところで戦わないようにね。でアップドラフトを変えていきます。で商人ですね。まあ何をあげても大丈夫なんですけども、まあ無難な防音クラブをあげていきましょう。これのコンボ、はい。で29回、直接言うことはないですね。この装備だったらば、まあ、問題なくいけます。でエンチャントトゲを多めに入れておいてください。一応アイスが出てくるんだけども、まあこの装備ならまあ負けません。
まあいや弓を打って反射されてちょっとダメージ受けちゃったなっていうのはあるかもしれませんけども、まあまあそれ以外やられることはないでしょうね。OK。29回終了で30回ももう余裕です。何もいりません。もう速攻でアーティファクト全開で戦っていけば勝てます。はい、30回終了。まあ、30回編成のタワーなんだけども、まあ、25分台ぐらいで全然いけると思います。1か、あー凶暴か3、珍しいね、珍しいな。一応取っとこうか。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。